どうも皆さんこんばんは、ココレモンです。今日もおすすめのパーク構成をね、紹介しながら遊んでいきたいと思います。さて皆さん、大型アップデートが来て新環境になってから発電機を回すのが非常に大変になったと思うんですけども、今回はその発電機の修理速度をね、めちゃめちゃ上げるパーク構成でプレイしていきたいと思います。キラーはドレッジですね。ドレッジの場合はロッカーに鍵をかけてね、こんな感じにちょっとでも出るのを、ロッカーから出るのを妨害しましょう。一旦隠密して、ここの発電機直しますか。大型アップデートが来てね、発電機1台につき90秒になってプラス10秒になったから、それもね、発電機直す時間がすごく大変になったのもあるんですけど、なんだろう、なんか壊したな。で、ドレッジの場合はね、こうやって隣り合ってるロッカーがある場合は片方鍵を閉めるだけでワープするとそっち側に飛ぶから、片方だけ閉めるのがいいですね。で、一緒に直しますか。じゃあ早速ですけども、6時の方向がドワイトの固有パークで有能の照明、2人以上で発電機を回していると修理速度がね 15% 上昇するパークです。以前からもね、発電機回すので強力なパークだったんですけど、新環境になってより存在感が増したというか、これを持ってないと発電機回すの結構大変だなっていう感じがしますので、とにかく発電機が回らないようになった今、これを持ってってゴリゴリにね、回して対策するしかないかなって感じですね。で、多分こっちに来ると思うんで、ここはバレずに行きましょうか。おそらくフックに戻ってくるでしょう。バレないように、半分なる前にね、耐久ゲージが半分なる前に駆除できればいつだっていいんで、戻ってった。そこにもロッカーがあるから、ついでに鍵かけておきたいですね。呪いのトーテムがあるな。なんだろうな、むさぼられる希望かな。破滅はついてなかったし、片方だけ閉めて、で救助して追いかけたタイミングで、じゃあこの呪いのトーテム壊しますか。不死で、さらにね、この呪いのトーテムを今回壊すことによって効果がさらに強くなるパークを持ってきたんですけども、よし、オッケー。じゃあ、反時計回り。12時の方向が過剰な熱意。ハディのこういうパークなんですけども。トーテムをね、浄化するとパークが発動できて、普通のトーテム浄化すると、発電機の修理速度が 8% 上昇します。しかも、呪いのトーテムを壊すとね、2倍の速さで直せると。なので 16% の速さで直してることになります。で、今回パークレベル1なので、6% の2倍で 12% の速さで修理してることになりますね。さらに今、有能の照明が入って、27%。レベル3だと 31% の速さで、シュパパパパ！もう、手元がもう、ネアちゃんのもう発電機直す手元がもう、シュパパ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 パって今なってます。全然変わってねえ。冷静なんだよな。もうちょっと焦った方がいいんじゃない？殺人鬼に追われてんだぞ。意外と冷静に直してんだよね。31% 早くないですか？一人でも 16%。これでガンって。約二人でもう2台つけちゃいましたね。で、このパークのちょっと弱点あるんですけども、この状態でダメージを1回でも食らってしまうと無効になってしまうので、今回は、どっちかというとバレないように、ひたすら発電機を回す、ひたすら発電機回したろかいマシーンにならないといけないですね。ちょっと語呂悪い。鍵閉めて、ガンガン回しましょう。さあ、ここにもある。もちろんね、もう 12% はダメージ食らわなければずーっと発動するので、一人で有能の証明分なんでね、これが強い。
で、もう一つ持ってきたパーク。せっかくトーテムが壊すんでね、トーテムが壊すことによって発動するパークなんですけども、3時の方向が内なる回復。トーテムを浄化すると発動することができて、ロッカーにね、8秒間入ると、負傷状態から回復できるっていうパークですね。まあ、今回トーテム壊すから持ってきたっていうのもあるんですけど、新環境になってから治療遅延がね、かなり強力なんだよね。ずさんな肉屋とか、棚と、地域保障とかさ。ただ、この内なる回復の場合は、8秒間で、どんな状況だろうと回復できるので、これもね、ある意味、刺さるんだよね。この二つ、せっかくなんで、トーテム壊すついでに持ってきました。もちろん、発電機の速度をさらに上げることもできるんですけど、例えば逆境魂持ってきたりとかね。あと、工具箱持ってきたりとか、することによって早くはできるんですけど、こっち来た。さあ、これで一人でも、約3台分だいたい、ね、発電機のノルマは、一人 1.25 台直せば、それで5台分直るんで、一人で二人以上分の発電機を直したので、残り1台になったと。とにかく回し切る。ひたすら回す人になってください、このパーク使うときは。で、ゲートも開けちゃいましょうか。まあ、さらにね、もちろん修理速度を上げることはできるんですけど、そうすると、ちょっとね、チェイス力が落ちたりとか、ダメージ食らった時の回復ができなくなっちゃう、体勢がね、立て直せなくなっちゃうので、これぐらいがまあ、発電機も直すの早いし、チェイスもそこそこできて、回復もできるみたいな。まあ、ちょうどいいバランスのパーク構成はこれかなって感じで一応選んでみました。さらに上げたい人はもちろん逆境魂とかね、工具箱持ってきてもいいんですけど、さて救助に行きますか。カッシルが多分発電機ついた側のゲートを開けようとしてると思うので、俺は様子見ながらね。まあ焦る必要ないですね。で、最後。9時の方向がしなやか。ペンミンのパーク、こういうパークなんですけど。窓枠をね、窓枠とか板を、急いで乗り越えると発動して、3秒間、通常の 150% の速さで走ることができます。40秒間の疲労が発生しますね。一回もがいて、ここはもう、いつ救助しても一緒なので、ドレッチが痺れを切らして離れたりしたとき、油断したときに、今かな？フェイトよりやがった！行くしかない！どうせ足跡ついてるんで、ここは交換です。オッケー。逃げるんだ！ジョナ、逃げてくれ。で、カッシルが？なんだろうな、寸止めにしてんのかな？ゲート前でずーっといた感じだね。さっきの場合はもう足跡ついてるんで、交換するしかない。で、ジョナが追われてるので、その間にカッシルが起こしてくれれば。まあね、今回工具箱じゃなくて医療キットも持ってきてるので、もし内なる力が使えなくても、医療キットで回復できるしね、安定感はありますね。ちょっと偶然ドレッチ相手でロッカーに隠れるの怖いんですけど、8秒なんで大丈夫。 OK。 8秒待てば回復できるんでね、ズさんがついてようが、地域保障がついてようが、治療遅延があっても安心です。まあプラス、トーテムがね、トーテムの場所が偶然ね、今見つけられたからよかったけども、なかなか見つけられないよっていう人は、マップを持って行ったり、あと、小さな獲物とか、カウンターフォースを持っていくと、より見つけやすいかな。例えば、しなやか外したりとかしてね。OK! 開け切って、カッシルも、内なる回復持ってんな。
さあ、ジョナのカバーに行きたいと思います。どこ行った？ゲートは、あっち側も寸止めでしょ？ああ！キャッチ！二人で肉壁していけるか？もがけ！もがけ、ジョナ！ジョナ、もがけ！ダメかな？こう倒して、しなやかで、しなやか、ビューン！オッケー。しなやかもね、すごい安定するので、デッドハードも結構難しくなったからね、使える人はデッドハードでいいと思うんですけど、しなやかだと、初心者の方でも使いやすいかなって感じです。アイムフリー。いやー、発電機回すの早かったね。一人で、約3台分直しきったことによって序盤でフェンミンがやられちゃったけども5台分ついたと。日没でない間のテレポの速度が 25% 上昇する。通電すると鍵が全部破壊される。負傷してると日没チャージが増えるやつですね。いや、ジジいい試合だった。袋工事もついてたね。やっぱね、新環境になって発電機蹴るパークが強くなったのと、あと治療遅延が強くなったので、なかなか修理ができないんだったらもう修理速度をゴリゴリに上げて押し勝っていくっていう構成ですね。今回はなかなか修理できないっていう人はこのパーク使ってみてはいかがでしょうか。はい、それじゃあ今回はこの辺で終了したいと思います。次回もデッドバイデイライトを実況していきたいと思いますので、ぜひぜひお楽しみにしててください。それじゃあ、バイバイ。